はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、乱暴の時代は終わり、21世紀中頃にマシンガンなくなる説ということで、この話簡単に言うとね、光学照準器の進歩だったりとか、装備の軽量化っていうものを考慮して、21世紀中頃ね、まあ、だいたい M16 の次のね、ライフルが、米軍の主力照準になるぐらいの頃に、マシンガン、今のライトマシンガンみたいなね、まあ、あらかた姿を消す、もしくは消していくのではないかっていう、まあ、そういう話ですね。で、まあ、一応ね、まずこの話からすると、ていうか、マシンガンの歴史っていうのをね、一応ちょっとだけ振り返っておきたいなと思うんですが、まずね、マシンガンっていうのは、マキシムマシンガンみたいなですね、ああいう、まあ、なんていうのかな、マジでかい鉄の塊みたいのが、20世紀初頭ぐらいね、まあ、だいたい日露戦争ぐらいの頃からね、本格的に登場してくるんですが、徐々にね、こうやって第二次世界大戦、第一次世界大戦として、まあ、普及していって、で、そして、まあ、徐々に結局はですね、戦後は軽量化の方向ですね、GPMG っていう、まあ、今このゲームでも使ってる MG42 とか、まあ、こういう武器がね、まあ、第二次世界大戦中もあったんですが、もっとね、大きくこう世界的にこう標準装備の武器になって、M60 とか M240 ですね、あそこら辺が標準装備になって、で、まあ、やっぱりこう 5.56×45 っていうのが出てきて、弾としてね、で 5.56×45 が出てきたからミニミとかが出てきたよっていうのが、まあ、大体の歴史ですね。で、だがしかしですね、ミニミとかね、まあ、長らくこう、まあどれぐらいから出てきたかな、もう1990年代にはあったので、まあ良かったんですが、まあ後ですね、21世紀初頭の今になってみると、まあ今のところこうやってみたものの、やっぱりこう弾撃ちまくってるだけで弾無駄っぽいなってことが分かったりとか、まあ弾無駄っぽいし、こうたくさん弾持ってくと重いなってことが分かって、まあなんか徐々にこうミニミとかああいうマシンガンってどうなんだろうっていうふうに今考えられてるっていうのが、まあ現在の状況ですね。で、実際問題ね、マシンガンなくなりかけてるよみたいな、まあそういう話の中で、その兆候みたいな部分はあって、まあ、例えばアメリカの海兵隊の M27IAR ですね。M27IAR ね、まあ、マシンガンみたいな運用を、まあ、想定されてますが、どう見てもマシンガンには見えないですね、普通ね。まあ、ごついアサルトライフルっていう、まあ、そういう感じですし、まあ、例えば、アメリカの海兵隊だけではなく、まあ、特にここですね、イギリス陸軍のミニミのね、廃止ですね。イギリス陸軍はミニミと M86A2 の、LSW っていう分隊支援火器バージョンを廃止しました。配備のね、配備の停止をしたので、まあ、なんていうんですかね、まあ、使わないよっていう、まあ、そういうことですね。で、この時にね、ちょっと考えててかね、こうなんていうんですかね、間違えちゃいけないポイントがあって、イギリス陸軍はミニミと、L86A2 の、なんていうんですかね、LSW っていう、まあ、分隊支援火器バージョンは配備停止しましたが、M240B っていうか、M240 ミニミじゃないところを持つ 7.62×51 の、マシンガンは今でも持ってるっていう、まあそういうことですね。まあ、だから多分最初に消えるのは 5.56×45 の、なんか、銃っていうかマシンガンで、ライトマシンガンで、まあおそらく 7.62×51 の、ライトマシンガンはまだまだ使われていくのではないかなと僕は思います。で、まあそれはそういう部分もあるんですが、あとね、アメリカ陸軍の新小銃の話ですね。次の小銃は LMG の仕様とセットっぽい雰囲気かもしれないですね。ドラムマガジンを使用してうんぬんかんぬんとか、まあそういう部分のね、記述もあるので、まあなんていうんですかね、アメリカ陸軍が M16 の次に調達してくるであろう新小銃も、もうなんていうのかな、LMG として使用することも、もうなんていうのか、すでに想定されてるみたいな、まあそんな感じなので、まあ、非常にいろいろ兆候も出てるし、なんならロシアでもね、RPK のね、16番ですね、RPK-16 みたいなヘビーアサルトライフルみたいなね、感じの、銃も登場してきてるので、まあ、非常にこう、なんていうんですかね、まあアサルトライフルとライトマシンガンっていう部分の境界線っていうのはすごく不明瞭になりつつあるし、それに、まあなんていうのかな、ミニミみたいに、ベルトリンクでただ撃ちまくるみたいな、まあああいう銃っていうのは徐々に廃れている傾向かなっていう、まあそういう感じですね。で、まあそんな徐々に廃れてるよっていうそういう話はいいんですが、なんでそんなにね、まあ昔みたいにじゃあマシンガンでバリバリね、こう撃ちまくる戦術っていうのはこう、まあなんていうのかな、あんまり使えねえっていうかね、なくなりつつあるのかっていうそういう話なんですが、まず光学照準器の進歩ですね。光学照準器ってなんやねんって話ですが、スコープとかドットサイドのことですね。で、まあなんていうんですかね、あらかたこう現在流通しているマシンガンっていうのが出てきたのって、まあ MG3 とかね、今でもね、まあ世の中なくはないですが、このそれだとマジ本当に第二次世界大戦の頃から使われてることになっちゃうんですけど、まあ、大体基本的には戦後ベトナム戦争ぐらいの頃から出てきたのが多いですね。 M60 も M240 も、まあ、大体そんなに超昔でもなく、まあ、超最近でもないぐらいの頃に登場しているという、まあ、そんな感じですが、まあなんていう
うんですかね。まあ、その頃は光学照準器ってなかったんだよね、あんまりね。あんまなくて、1990年代ぐらいから光学照準器普及していくんですが、今日、まあ、最近だとね、まあ、なんていうんですかね、もう一つの光学照準器で、等倍から、ズームまで切り替えられる、まあ、やつが出てきたりとか、英国みたいなね、ああいうスコープも出てきたりとか、まあ、非常にこう、昔に比べてね、1990年代、まあ、ミニミとか出てきた頃でも、さらにこう、すごく進歩している分野なので、まあ、そういう光学照準器とかが進歩してくれば、銃の実用的な精度も上がるし、まあ、射程も上がるので、まあ、適当にですね、ミニミ撃ちまくってですね、ミニミなんか、イギリス軍の報告によると200何十メートルしか射程実質もないじゃんって話になって、射程短すぎるだろうってなってですね、まあ、ダメじゃんってなったんですが、まあ、そうやって、まあ、撃ちまくるよりも、まあ、なんていうのかな、ちゃんと光学照準器とかが載せてある銃で、パカ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 ですね、射撃精度を上げて、まあ、こう、支援射撃とかを行った方が、必要な弾薬も減るし、なんていうのかな、ピンポイントで制圧できるから、制圧効果も上がるのではないかっていう考えが広まって、まあ、なんていうんですかね、まあ、M27AR みたいな、ああいう銃で、まあ、普通にパカ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 ですね、まあ、マシンガンで撃ちまくるんじゃなくて、チビ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 ですね、こう、撃った方がいいだろうっていう、まあ、そういうことですね。で、また一つね、まあなんていうんですかね、M60 とかがね、出てきた頃の違いというかね、最近のトレンドとして言えるのが、軽量化ですね。一般的な LMG って、まあ、もう最初にってか、なんかさっき言ったように、まあ大体ベトナム戦争ぐらいの頃に出てきた銃が多いんですが、まあ M240 とかですね、M60 ってね、まあかなり旧式な武器ですね。今でもめちゃめちゃこう普及している武器だし、まあいろいろ回収されて今でも使えるかっこいい武器ですが、まあなんだかんだ言って、まあそう、あれは言ってもね、みたいな、古いしね、みたいな部分もありますし、まあベトナム戦争の頃よりもね、歩兵はさらに装備が増えて、まあイギリスのね、情報なんですが、イギリスのアフガニスタンに派遣された兵士は 58kg 装備があったんですね。58kg 装備があったら、まあほとんど動けないので、まあ今日の、よりね、こう軽量化していく必要性っていうのが強調されて、まあしかもね、まあ、軽量化したいぜって言っても、なんか技術的に不可能だった時代とはもう徐々に終わりつつあるので、技術的には可能なので、まあ頑張って軽量化しようみたいな、まあそういう話ですね。で、まあ、軽量化の流れの中でマシンガン廃止して、ヘビーアサルトライフルというか、アサルトライフルみたいな銃で分体支援火器にするっていうのが主流になるんですが、しかもですね、M27AR とか RPK みたいに、アサルトライフルと兼用させることによって得られるメリットっていうのもあって、まず訓練簡単ですよね。マシンガンって、操作系が、まあ、だいぶこう、普通のアサルトライフルとは違うので、まあ、いちいち訓練しなきゃいけない部分ありますが、M27IAR とかね、HK416 と何が違うんだって話ですし、RPK もね、普通の AK シリーズとね、何も違いはないので、まあ、訓練も簡単になるし、で、そしてですね、機関銃手っていう、まあ、仕事があるんですが、まあ、あるってかあったんですが、機関銃手って、こう、まあ、なんていうのかな、M60 とかね、バリバリ撃ってくれるのはいいんですが、まあ、その人が死んだりとかですね、怪我したりとかすると、いきなりその人が撃たなくてか、撃てなくなるので、まあ、そうなるとですね、めちゃめちゃチームの火力が下がるっていう問題があるんですね。で、そういう時に、まあ、なんていうんですかね、M27IAR みたいな、こう、なんていうか、まあ、一人に機関銃手を押し付けるんじゃなくて、火力を分散させる。ある程度、こう、機関銃手じゃなくて、こういう、なんていうんですかね、マークスマンライフルだったりとか、M27IAR みたいなね、すげえ荒くなる。まあそういう銃を何人かに配備させた方が、一人死んだぐらいなら、まあそんなに火力変わらんやろっていう、まあそういうことなので、その点も評価されてるということですね。一人に火力を編集中させると、やっぱりこう、負担がでかいと。死んだ時にね、ダメージがでかいっていうことなので、まあ、なんていうかな、それをリスクを分散させてるっていう、まあそういうことですね。で、まあ結局のところね、まあ何はともあれですね、まあ徐々にアサルトライフルとライトマシンガンっていうのは、ね、境目、境界線っていうのは組み色になりますし、まあ結局のところ数打ちまくってですね、押すスタイル、まあとにかく打ちまくって、今このやってね、ゲームみたいにですね、打って打って打ちまくってですね、押すスタイルっていうのは、まあ徐々に時代遅れになりそうなんだけど、まあなりそうなんだけどって話が最後にあるんですね。まあ結局トレンドとしては、まあなんていうかな、マシンが軽量化の流れでなくなりそうだし、光学照準器もね、性能上がって、射程も伸びて、精度も上がって、まあこう、そんなに打ちまくんなくてもいいじゃんっていう、まあそういう流れなんだけど、だがしかし、FA のアメリカですね、ファブリックナショナル、ベルギーの本社ですね、まあなんだろうな、スカーとか、作ってる会社ですね、スカーとか P90 とか F2000 とか作ってる会社ですが、FN が、アメリカの陸軍が M240 ですね。M240 ってもともと FN の MAG って銃なんですが、まあ、そいつの海洋契約を、14.6億兆円ですね。6億兆円じゃない、間違えた。すげえ、桁間違えた。14.6億円のね、まあ、それを超える案件を受注したりとか、US オーダナンスって陸軍の M60 のね、メーカーなんですが、
US ホンダランスが M60 のね、スペアパートの供給契約を獲得したりとかしてるので、まあ2023年ぐらいまでかな。まあそんなもんなので、まあ少なくとも、今後10年以上はまず間違いなくマシンガン姿を消すことは多分ないし、特に大口径の 7.62×51 のマシンガン、まさに今言ったように M240 とか、M60 みたいなやつだったりとか、なんだかんだ言ってイギリス軍もね、まだ 7.62×51 のマシンガン使うので、まあ結局のところ 5.56×45 のマシンガンはなくなるかもしれないしけど、まあ 7.62×51 のマシンガンは当面残る。で、もしその 7.62×51 のマシンガンが消えるタイミングがあるとするならば、おそらく新しい 6.8mm とかの弾が米軍の主力の弾として採用されたぐらいの頃にマシンガンを統一させるっていう流れになるのかなっていうのが僕の、まあ、一つの推測というかね、まあ、考えてるとか、そんな感じですね。はい。というわけでね、バッと話しましたが、まあ結局のところ、まあざっくりまとめると、ランボーみたいに撃ちまくるよりもこれからはスナイパーでパチ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 撃ってる時代だぜっていう、まあそれがあらかたの流れっていうね、まあそんな感じになります。はい。まあ何はともにね、この動画ふーんっていう風に思っていただけたらですね、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。